マウント・オリンパスは、アメリカ海軍の揚陸指揮官、マウント・マッキンリー級揚陸指揮官の2番艦であり、艦名は、ワシントン州にそびえるオリンパス山にちなむ、第二次世界大戦で活躍した。マウント・オリンパスは1943年8月3日、ノースカロライナ州ウィルミントンのノースカロライナ造船舎で寄港される。同年10月3日に輸送船エクリプスとして、 WC パーク夫人に命名され浸水したが、12月27日にマウントオリンパスと改名された。揚陸式会への転換後の1944年5月24日、マサチューセッツ州ボストンで、ジョン・ヘンリー・シュルツ大佐指揮の元収益。7月上旬に東海岸を離れ、パナマ運河を通過して7月23日にハワイに到着した。8月29日、 第三水陸両用部隊指揮官を乗せてハワイを立つ。10月20日にレーテ湾に到着し、新興軍の洋上司令部として機能した。上陸部隊は絶え間ない航空攻撃にさらされていたが、レーテ沖海戦の米軍の勝利によって生存は確約された。ダズル名祭を施されたマウントオリンパス。1944年6月、撮影10月26日にレーテを立ち、 ペリリュー島を経由してニューギニアのホーランディアに向かう。再度のフィリピン攻撃の準備に従事し、フォンワンでの演習後の12月31日にアドミラルティ諸島のマヌス島を出撃。1945年1月9日からのリンガエンワン作戦に参加し、11日に道湾を離れた。うるしい干渉でハワイへ飛ぶ第三水陸両用部隊司令官を降ろし、 2月11日にサンフランシスコに入港してオーバーホールを実施。4月22日にハワイ、グアム方面へ出港した。7月6日にグアムに着く。マニライと航海中に給油艦ミリコマと衝突。レーテ島のサンペドロ湾まで護衛され、そこで工作艦エジャックスによる補修を受けた。補修後の8月3日にマニラに到着した。 終戦直後の9月1日、横浜へ向かう陸軍第一騎兵士団と共に、東京湾に到着。フィリピンやった地域を占領していた米兵を日本に移動させる任務に8ヶ月間携わる。そして1946年5月28日、上海を経って、太平洋を渡り、サンフランシスコ、パナマ運河を経由して7月7日に、ニューヨークに帰還した。9月、 海軍の南極探査プロジェクトであるハイジャンプ作戦機関となった。12月2日、ノーフォーク海軍基地を出港して、パナマ運河を通過、太平洋グループと会合する。1947年1月16日、中央グループとともにホエールズ湾に到着。2月11日にグループを離脱し、4月17日にノーフォークに帰島。第二水陸両用軍機関となり、 カリブ海や東海岸沿岸で訓練を行った。1951年6月21日には在東、大西洋、地中海米海軍最高司令官、在南欧米海軍最高司令官の一時的な機関となった。機関任務を同級の揚陸指揮官アディロンダックに譲り、同年8月にノーホークに寄港。 第二水陸両用軍機関として、1952年8月から12月にかけて北欧や地中海での NATO の海軍演習メインブレース、演習やロングス演習に参加した。12月から1953年3月にかけてノーホークでオーバーホールを受け、ヘリコプターデッキが追加される。パナマ運河を経由して1月23日にサンディエゴに到着。 2月にワシントン州沖合で行われたサーフボード演習に参加。遠距離早期警戒線プロジェクト572の一環として北極海に進出。しかし、アラスカ州ポイントバローからポイントホープに向かう途中、氷で閉じ込められてしまった。砕氷船バートンアイランドによって救出されたが構造核壁にダメージを受けたため、ポイントホープにて、 修理級難関カレントによる修理を受ける。9月29日にサンディエゴに帰港。1955年10月31日に不活性化処分のためにメアアイランド海軍造船所に向かった。1956年4月4日に退役し、1961年6月1日に米艦籍から削除された。百六十六年六月に連邦海事局に関され、 カリフォルニア州サスーン湾に国防予備戦隊の一隻として止まっていた。1973年にスクラップ処分された。従軍聖賞を2個受賞をした。ありがとうございます。